本日は、骨太方針策定に向けて地方活性化と、社会保障改革について議論をいたしました。地方活性化については東京一極集中の流れに変化が見られています。昨年東京都府部では四半世紀ぶりに転出者が転入者を上回りました。若い世代の地方移住への関心も高まっています。この機にデジタルインフラの整備を加速し、デジタル田園都市国家構想の実現を通じて地方の活性化を強力に進めます。地方活性化のキーワードは集中から分散です。デジタルトランスフォーメーションを活用し、地方の特色ある歴史や文化、食といった無形資産の価値を高め、農業や観光業、さらには地方の中小企業の輸出力を強化していきます。合わせて地方大学を核とした産学官連携、オープンイノベーションを促進し、地方色豊かなイノベーション拠点を全国に広げてまいります。こうして地方の課題を解決し、地方発のボトムアップ型の経済成長を目指します。社会保障改革については、ウィズコロナで経済社会活動をしっかりと継続できる万全の体制を整備するとともに、人への投資を支える制度改革を進めます。コロナ禍での経験や受診行動の変容を踏まえ、かかりつけ機能が発揮される制度整備や、新たに導入したリフィル処方の使用促進など、医療介護サービス改革の継続強化に取り組みます。合わせて年齢や性別、正規正規といった働き方にかかわらず、能力開発やセーフティーネットを利用でき、一人一人が持つ潜在力を十分に発揮できる環境整備を進めます。制度によって働き方が変わるのではなく、働き方の変化に応じて社会保障の制度を見直してまいります。夏に取りまとめる骨太方針に向けて、関係会議と連携しつつ、さらに議論を加速し、速やかに具体策の策定に取り組んでください。以上です。